ね、じゃあ駆けつつバッと走っていくけど、うん、別にそれだからって壊れやしね、うん、今の昔の自転車ってなんか、ただの301だからこれはあれか、うん、指定ナンバーとそういうのじゃねえのか、うん、そのままのナンバーか、マイネットって書いてある。しかもこれ千葉じゃない、うん、この車の出てこは千葉じゃないね、うん、それは知らねえ。マイネットって書いてある。マイネットって埼玉の方でも、うん、中古買ったんでしょ、これ千葉ナンバーだ、うん。栃木県に栽培が始まった新品種、酸味が少なく際立つ。いや、固めてるね、熱線でもさ、固めてるね、千葉でもさ、この車出所が、だから、もうから持ちたんでしょ、うん、だからこの人は新車じゃなくて中古を買ったんでしょ、うん、千葉で、埼玉で買った人はだから千葉で出したかもしれない、うん、まあ、それは何も言えねえ。回り回って千葉に来たんだよ、ちょっとじゃあなって、ナンバー切ってからよ、うん、ちゃうと思うよ。
島が走ってる。ああ本当だ、珍しいね、うん、なんか見たこの電車だと思った、こっちの方を回ってくるの、ずいぶんゆっくり走ってるんだ、うん、前が疲れてるのか、うん、あれはだって臨時だからな、うん、じゃあ今日明日は、うん、あそこで鴨川とかあの辺に客が行くんだ、立山のところ、立山、出たんだからぐるっと待ってるよ、うん、あれがな、うん、だって一旦裏の方まで来てきてんで、情報戦行ったのか、ジョマトでグッと待ってたか、線路がどこで繋がってるか分かんない、帝王線が貨物行くとこ通るんだろ、うん、きっと、うん、ここ貨物行くじゃん、うん、あれのところを通ってくんだろ、うん、ぐるぐると待って行かないと、うん、初めて頭下げた、うん、珍しい、うん、男の人だけど、うん、じゃああの人は自分止まるんだろ、うん、あの人は自分の車もなかった時ここしか止まるんだろ、うん、だから車乗ってんだ、うん、普通止まってあげてもさ、うん、もう関係ないじゃん、うん、ほら優先だからもうあれだって動いちゃう、なんか待ってくれるとか言う、手を挙げたりするけどな、自分だけだと、うん、これも指定ナンバーかね、揃えるっていうのこれ指定ナンバーでもこうだ、こういうの1ってもあるよ、あの普通にだと思った、うん、あまりにも人気だから、うん、普通はないはずで、うん、揃えるのはさ、うん、ハイエースだから揃えてるってことはなんかあれがあるんだろ、商売と関係が、うん、いやこれはどういうこと、商売するのつもりじゃないかじって、うん、あれ自家よ、うん、GL だからいいのだもんな、うん、内装がいいやつだもんね、うん、遅いね、輪郭つけるの曲がんならもっと早くつけるよ、なんか面白い人たちとかも気にしてたけど。